みんな気になってるかもしれないけど、これね。はい。サムネわざとやってる？ごめんじゃん。ちげんだって。ちょっと言わして。みんなね、みんなすごい言及してたと思うんだけど、今回のサムネ、俺も枠立った時点で、ダサって思った。ちげんだって、試行錯誤の結果ないよ。今回音楽を語る配信っていうことでさ、どうしようかなってやった時に、なんかね、こう今までのサムネ見てたらちょっとごちゃごちゃしてんなと思ったよ。ごちゃごちゃしてると思ったので、ちょっとシンプルめに作って、でなんかさ、音楽といえばね、俺の中の勝手なイメージだけど、夜とかさ、寝る前とか、なんか音楽聴きながら寝るから、なんかこう、睡眠導入感というか、こう、夜空に星みたいな色合いで作りたいなとか、そういうのをイメージしてね。で、かつ今までちょっとうるさかったから、あえてシンプルな方向に挑戦しようかなとか、そういうのを考えながら作ったんだよ。作ってる時は、あ、なんか今までない感じでいいんじゃねえのって思ったんだよ。いいんじゃねえのって思ったんだけど、枠公開された後、スマホでこう、並んでんの見たら、あ、これ、過去一だ過去一すごいのできちゃってるかもってなって、で、いや、でも、どうだ？俺が、なんていうのかな、そう思ってるだけかもしんないなと思って、ツイッターをね、なんとなく見てたら、北見、サムネがって言われてた。そんなシャンクスみたいな、シャンクス腕がみたいな扱い受けることあるんだと思って、今回はやっぱ、やべんだってなって、で、しかも、昨日、通話にさ、そう、入ってたわけよ。通話入ってたら、みんなに心配された。大丈夫かみたいな。あのサムネどうしたのみたいに言われて、ああ、なんか、あれか。心配かけるぐらいだったら俺もう挑戦とかしない方がいいのかなって。やっぱさ、自分ができないことっていろいろ挑戦してきたいなと思うから、こう、違う路線にね、挑戦してみたんだけど、ダメだったね。で、お便りでも心配なお便りが届いた。いつもね、サムネ結構笑わせてもらってるけど、まあ、笑うなって話なんだけどね。今回はさすがに心配レベルだぜって言われた。そっかってなって。ちょっとね、俺シンプル路線攻めると、寂しい感じになっちゃうのかもしんないから、今後、もうちょっと違う方向でね、サムネの改善を試みるわ。ごめんね、心配かけた。先輩にもリスナーにも心配かけるって、そんなレベルなの？俺のサムネのセンスのなさって。びっくりしちゃったよ。その分ね、中身でちょっと濃さを出していきたい配信でもあるよね。